超満員の大阪国立体育会館の館内に、池よ風呼びよ嵐、アブドラ・ザ・ブッチャーのテーマが流れます。これからアブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シー組に対しまして、ビル・ロビンソン、ホースト・ホフマンのチームが対戦いたします。世界オープンタッグ選手権大会、いよいよ終盤大詰めに入りました。大阪国立体育会館でございます。超満員7500人の観衆で膨らがっております。大阪国立体育会館、土俵のようなざわめきが聞こえます。今アブドラ・ザ・ブッチャーを先頭にザ・シーク、史上最悪コンビが今リング上に登場いたします。今日のベールをかぶりました、アブドラ・ザ・ブッチャーがまず登場。そして白いベールをかぶりました、アラビアスタイル、ザ・シークが出ました。この両チームに日本テレビから花束が贈られる予定でありますが、そのセレモニーができません。花束を投げつけました、アブドラ・ザ・ブッチャー。そして今、ビル・ロビンソンとホースト・ホフマンのチームがこのリング上に登場いたしました。そしてシークが登場いたしますと、この会場、そして放送席にも戦慄と恐怖が走っております。山田さん、何か試合開始前からちょっと荒れてますね。そうですね、あのブッチャーがね、真新しい空手技ですね。なんといってもね、世界の最強悪コンビと、それからヨーロッパを代表するテクニシャンコンビ、今日はもう本当にいわゆるアクトテクニックの対決ですね。そういうことですね。さあ、ブッチャーが柔道にスタイルで登場しております。今ザ・シークがアラーの神に祈りを捧げますが、それを真似しておりますビル・ロビンソン、人間風車の元祖であります、同じような格好をしております。このあたり不気味なムードを漂わせておりますザ・シーク、そしてアブドラ・ザ・ブッチャーであります。ロビンソン余裕ありますね。ヨーロッパ代表チーム、今日の相手はビル・ロビンソン、ホースト・ホフマンであります。無敵のヨーロッパ最強コンビであります。一方はアフリカ中近東代表、アブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク組であります。大阪大会まで勝ち点が10、6戦しまして5勝1リングアウトであります。一方のロビンソン、ホースト・ホフマン組は勝ち点が7であります。7戦して3勝3敗1時間切れ、引き分けであります。この試合がビル・ロビンソン、ホフマン組にとりましては最終戦になります。この試合を裁きますレフリーは NWA オフィシャルレフリーのジョー・ヒミツであります。今ゴングが打ち鳴らされました。先陣を切りますのはザ・シーク、そしてビル・ロビンソンであります。ビル・ロビンソンがなおもシークを興奮させように、その先ほどやりましたアラビア風の祈りの形をしまして、非常にエキサイトしましたザ・シークが椅子を投げつけました。さあ、今度はその椅子を持っておりますが、ビル・ロビンソンであります。後ろからはアブドラ・ザ・ブッチャーが狙っている。シークと組んだ大型台風は非常に威力を倍増しております。この大会引き荒れております。アブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シークにであります。さあ、今度はビル・ロビンソンが片手で椅子を振り回しました。止まらずザ・シークが場外に逃げ伸びました。どうですか山田さん、この両チーム素直に試合が収まりそうですか。いや、そうですね、とにかくシークがね、ものすごくエキサイトして試合にならないですね、はい、しかし山田さん、ブッチャー、シーク組はこの大会ではですね、ラフファイトながら非常に緻密な計算された冷静なファイトをやってますよね。そうなんです、一見ね、あの表向きは非常にラフで、はい、メニューキスのように流血戦をやってるわけですよ。勝ち点のポイントの方は着々と上げてきましたからね。そうですね、その辺を見るとですね、はい、非常にそのラフな反面に冷静なものが秘められているんじゃないか、これがこのチームのインサイドワークじゃないかというふうに考えられますね。このアブドラ・ザ・ブッチャー、ザ・シーク組、この試合に勝ちますとザ・ファンクスを抜きまして、この勝った時点で12点、単独トップに躍り出ることになります。優勝候補に挙げられておりますブッチャー・シーク組であります。ビル・ロビンソンとザ・シークが対しております。おサイドスープレックス、サイドスープレックスが決まりました。さあ、ブッチャーが出ました。ブッチャーのトーキック、狂気シューズによりますトーキックが決まりました。ハンマーラインが決まりました、ザ・シーク。ど
両選手とも非常にエキサイトしております。うまいハンマー投げですね。ハンマー投げ見事に決まりました。そしてピッチャーのチェンジが行われました。ピッチャーのタッチが行われました。ピッチャーがビル・ロビンソンの後頭部に頭突きを食らわしております。さあピッチャーの頭突き攻撃、非常に威力を倍増しております。アウトラザピッチャー、のど突きですね。今回が14度目の来日であります。アウトラザピッチャー、日本のリングも非常になりました。おっとピッチャーのエルボーを脱出しました。今のはうまく逃げました。そして本番にタッチが行われました。本番やるぞと言ったばかりに多く手を回しました。山田さん、試合前にですね、ホフマンに聞いたんですよ。そうしましたら、この試合はもう頭を使って勝つと、具体的に作戦は言えないけれども、相手の実況にははまらないということを語っておりました。結局ね、力と力でいけば負けますからね、はい、もうこういうね、ブッチャのような超大型、超怪力ということになるかどうか。おっと、ブッチャがね、レスリングやってますね。やりますね。やはり、ね、相手がテクニシャンだけにですね、相当ブッチャも考えてますよ。テクニックにはテクニックで対抗しようという、こういったところはピッチャーも成長しております。さあ、私ホーストホフマンがピッチャーを投げ飛ばしました。いやー、さすがにね、この対決見どころがいっぱいありますね。そうですね、今のようなね、ブッチャーをあれだけね、はい、軽々と投げたことが他の選手は見たことないですね。おっと、ブッチャー132キロを持ち上げました。そしてビル・ロビンソンにホフマンからタッチが行われました。カモンカモン、ピッチャー来いとばかりビル・ロビンソン、ピッチャーの手を取って、そしてブッチャーに頭突きに行きました。この辺りも面白いですね。ロビンソン、ブッチャーに頭突きに行きますよ。ちょっとかなわないですね、はい、さあ今度はブッチャーの頭突きを腕でガードしておりますビル・ロビンソン。さあ後ろへ参りました。ビル・ロビンソン、フルネルソンですね。フルネルソンに行きます。大きなブッチャーの巨体をフルネルソンで抱え込みます。そして自分のコーナーに持ってきました。ホーストホフマンにタッチが行われました。さあパンチ攻撃、フルパート、ホーストホフマンがブッチャーを攻めつけます。現在まだのところクリーンのファイトが行われております。ヘッドツイストに行きました。ホーストホフマン、ラフに対しては技で対抗しております。全くわからないんですね、相手の技を受け付けないという感じですね。まだザ・シークにタッチが行われておりませんので、上品地レフリーが止めております。まだタッチは行われておりません。史上最悪の悪党コンビとヨーロッパ最高コンビ、テクニシャンとラフファイターが対戦しております。ロビンソン・ホフマン、ピッチャー・シー君であります。今までのね、はい、ファイトを見てきた感じではね、対ブッチャーに対してはホフマンの方がロビンソンよりいいですね、はい、さあそしてロビンソンにタッチが行われました。さあシー君を痛めつけようというところであります。レッグ・フリーカー、足を攻めつけます。ザ・シー君に的を絞ったようであります。おっと場外乱闘に持っていきます、ビル・ロビンソン。しかしちょっとブッチャーのを見てください。ブッチャーはずっとリング上にいます ね。この辺りは冷静ですね。乱闘が行われております。場外乱闘はビル・ロビンソンとザ・シークであります。この辺りやはり得点が勝ち点が8、優勝候補に残っている、そういったことを意識しての行動でしょうか。もちろんそうですね、はい、この辺はね、大事にいかないと危ないですからね、はい、あった、今度はザ・シークのフロットへ行きました、ね、白いもの、私の目からはっきりと見ることができました。狂気を持っております。右手にザ・シークであります。すでに死体がシークの死体を割れております。ビル・ロビンソンの死体につきます。ジョー・ヒグチレフリーがその狂気を見つけておりますが、まだ取り上げることができません。さあ今度は顔面攻撃、狂気が出ました。狂気攻撃を見せるザ・シークであります。さあ今度は場外に出ました。アブドラザピッチャーがビル・ロビンソンを捉えました。鉄柱にぶつける、鉄柱にぶつけましたビル・ロビンソン。そしてザ・シークが狂気で攻める、狂気で攻めます。ビル・ロビンソンダウンしました。ビル・ロビンソンダウン。やはりね、先ほどロビンソンがね、相当シークをあの机に叩きつけて痛めつけたのが、はい、まあ、この反撃になって現れてますね。そうですね、あのシークの死体が割れてますね。
飼育の死体も荒れております。そして館内から物が内向されておりますが、これはいけません。かなりエキサイトしております。超満員に膨れ上がりました。大阪府立体育会館、7500人の観衆があります。ブッチャーがビル・ロビンソンを蹴りつけております。そしてザ・シーク、ブッチャー組のコーナーに入りましたビル・ロビンソンであります。ちょっと脱出することができません。史上最悪コンビであります。2人がかりでやられてますからね、はい、ちょっとロビンソン弱ってますね。まあこの両チーム、ブッチャー、シークですが、来日直前までアメリカ各地で血の闘争を展開して来日が危まれたんですが、非常にいいそのコンビネーションプレーを見せていますよね。そうですね、はい、あっとロビンソンの死体が割れましたね。ロビンソンも割れましたね、ついに2人がかりでやられましたね。さあ今度は試験です。指でつきます。ブッチャーの東洋の武術が出ました。シッシュという声とともにロビンソンの死体を打ちます。非常にハッスルしております。アブドラザ・ブッチャー、おっと鮮血に染まりましたビル・ロビンソンの死体です。おっとエルボードロップ、これは熱々です。ビル・ロビンソンよく逃げました、よく脱出しました。さあチョップの応酬です、チョップの応酬です。流血戦となりました、予想通りの流血戦となりました。ザ・シーク、アブドラザ・ブッチャー組対ビル・ロビンソン、ホフマン組であります。おーっと体当たり、さあロビンソン体当たりが出ました。もう一回、もう一回エルボーチョップ、エルボーバットが決まっています。さあポーンの体勢、フィニッシュに入った、カウンター2、ザ・シークが出ます。シークが出ました、シークがパンチ攻撃。さあブロビンソンが、おーっと人間不審者の元祖ロビンソンが、あの132キロアブドラザ・ブッチャーの巨体を持ち上げることができるかどうか、手が腕が回りません。そしてザ・シークが出ました。しかしちょっとビル・ロビンソン危ないですね。そうですね、相当流血がひどいですからね、はい、これは珍しいですね。ロビンソンはめっちゃの時はね、それの汗のことないんですよね。そうですね、あやはりまた場外での乱闘となりました。ブッチャーとロビンソンがやり合っております。おっとロビンソンの顔面が血に染まっております。そしてホースト・ホフマンがブッチャーを捉えています。この両チームリングアウトということになりますと、非常にブッチャーとしてはやはり痛恨のリングアウトになりますからね。そうですね、おっと金が打ち鳴らされております。両者リングアウトになりました。場外での乱闘は続きます。その痛恨を晴らすようにブッチャーとシーク組がビル・ロビンソン、ホスト・ホフマン組とやり合っております。放送席にミカンが飛んでまいりました。あれに荒れております。アブドラザ・ブッチャー、ザ・シーク組に対しましてビル・ロビンソン、ホスト・ホフマン組、結局判定は下っております。両チームリングアウト。従いましてアフリカ中近東代表のアブドラザ・ブッチャー勝ち点10そのまま、ビル・ロビンソン、ホスト・フマン組、ヨーロッパ代表チーム7点そのままであります。ドレッシングルームへたどろうというアブドラザ・ブッチャーを捉えましたビル・ロビンソンであります。館内が大荒れに荒れております。おーっとロビンソンがブッチャーとシークの死体を鉢合わせしました。このあたりロビンソンもなかなかの根性を見せています。そうですか、はい、ロビンソンがね、はい、今日はもう最後はテクニックを金振りしてて期待を割られてですね、大流血してからあとはもうファイトをめじらしにして戦いましたね。こういうロビンソンの根性があったのかと、改めてこの人の凄さをね、もう目の当たりに見せられた感じですね。そうですね、まあ、終盤戦に入ってブッチャー、シーク組と対戦した、6チームはいずれも血の洗礼を浴びておりまして、対戦チームはいずれもそのブッチャー、シーク組に優勝させるな、ストップじゃブッチャー、シークということで結束している感じもしますね。今日の完全にあのストッパー役になりましたですね。そうですね、結局ブッチャー、シーク組対ビル・ロビンソン、ホフマン組は両者リングアウト、引き分けに終わったわけであります。違います、ですね、今ですね、はい、ジョーさんからですね、はい、正式に聞いてきたんですけれども、はいはい、
ロビンソン・ホフマン組がですね、はい、そのままリングアウトを取られてブッチャー・シーク組は勝ったということをですね、ジョーさんが今言ってるんですが、正式な判定はあったんですか、はい、それはジョーさんがですね、今あのグロキ状態だったんですが、今桃田リングアナウンサーに告げたんですが、そうするとですね、ブッチャーがね出た時点でもうその時にもうカウンテッドアウトされてたわけですね。そうです、そうするとね、ブッチャーとそれからロビンソン・ホフマンが争ってたと、あのちょっと前の時点ですでにリングアウトが先制られて、なるほど、ね、そうするとリングアウト勝ちですね。はい、そうです。そうしますとブッチャーザ・シーク組が勝ち点12ということになりまして、優勝戦線に一歩前進したわけでありまして、この時点でザ・ファンクスを破りまして、現在では単独トップに立ったわけであります。90年代を代表する大ヒット集、